トヨタダブルゼータエンジントヨタにダブルゼータ g e に、ダブルゼータ GE とはトヨタ自動車製1ダブルゼータ FE をベースにヤマハ発動機が再設計を行って生産されていたエンジン A ロータスへ供給されていた経緯もあるガソリンエンジンであるこのエンジンには唯一トヨタの VVTLI が採用されている2ダブルゼータ GE は2002年 インターナショナルエンジンオブザイヤーの1.4から1.8リットルエンジン部門賞に選ばれている。直列4気筒 1800cc ガソリンエンジンで 4AGE 及び 3SGE 型エンジンの後継となるスポーツエンジンである。同社製の量産型スポーツエンジンとしては初のオールアルミエンジンであった。トヨタ製の 1WZFE 型エンジンをベースに ヤマハ発動機がシリンダーヘッド開発を行った。同じ可変バルブ機構を持つエンジンとして、このトヨタ自動車の 2WZE、ホンダ技研工業のビテック、三菱自動車のマイベックが挙げられる。連続可変バルブタイミングバルブリフト機構を備えていて 6000rpm でハイカムに切り替わる。8500rpm 弱にレブリミッターが設定されているが、 メータ上のレッドゾーンは 7800rpm からとなっている。トルク重視のロングストロークであった 1wzfe に対し 2wzge は同じ排気量としながらボアが広げられ、許容回転速度は約 1000rpm 高く設計された。ボアの拡大には 1wzfe のシリンダーを形成している中鉄スリーブを取り除き、 ヤマハ独自のメタル乗着技術を用いて、アルミブロックに直接シリンダーを設ける手法が取られた。圧縮比は11.5と、市販の自動車用エンジンとしては比較的高く、ハイオーク指定とされ、レギュラーガソリンの使用は厳禁とされた。1999年に登場した7代目セリカに初めて搭載された。その後、カローラフィールダー、カローラランクス、ウィル VS、 ボルツ、マトリックス、ロータスエリーゼ、カローラセダン XRS、欧州向けカローラハッチバックに搭載され、トヨタの勝敗機量スポーツエンジンとして、現在に至っている。また、イートンのスーパーチャージャーと、空冷式、インタークーラーを装備し、240ビット HP とした、ロータスエキシージ2 4 0 r も生産された。いずれの車種においても、6足 MT と組み合わされて、 搭載されている。北米向けとしては2005年に、日本国内向けとしては2006年に廃止された。その後も欧州ではロータス向きに供給されていたが、2010年9月に最後の一機を搭載したエリーゼ・アールがラインオフし、登場から11年間の歴史に幕を下ろした。ありがとうございます。